ない森監督ですが、頭を切り替え連敗脱出を狙います。しかし先発フォージマーが第5戦3連続フォアボールなど、続く檜山にタイムリーを浴び、わずか18球で降板。さらにこの回失点を重ね、いきなり4点のビハインド。一方、立ち上がりから飛ばす阪神先発井川に対し打線が沈黙。7回、この試合唯一3塁までランナーを進めますが、ストレート中心でグイグイと押してくる井川のピッチングの前にあと1本が出ません。結局井川を捉えることができず、迎えた9回も最後まで井川の力強いピッチングにあえなくゲームセット。井川はプロ入り初完封。一方の森監督は、全て吐き出した、明日からやり直しだとサバサバした様子でした。1点を先制された阪神は4回、初めてのチャンスに4番広沢。ラドウィックの149キロのストレートをうまく打ちました。タイムリーツーベースで同点とします。さらに矢野、石膏で負けた疲労とはがらりと変わる集中打で阪神3対1と逆転します。2人目の福原は昨日はリリーフに失敗し、今日は2点リードの8回、ランナー1塁でロペス。甘い初球でした。野球は1球で決まると、野村監督の福原への指摘が今日も繰り返され、ツーランホームランで同点。試合は延長に入りました。で、この試合はまだ続いています。11回表まで終わって4対4の同点と